皆さんこんにちは、ヒロさんです。今回は前回の続きでウォータージェット洗外機を船に乗っけてテストしていきます。同時にノズルの位置が水上と水中どちらが速いかも検証したいと思います。それでは見ていきましょう。それでいくか。行くぞ。冷てえわやっぱり。まあちょっと暖かくならんとね。これこれこれ十分見えとるって。ああ前回ジェットがこう広範囲に散らかってたんであんまり良くないと思ったんでちょっとここを長めにして作ってみましたんでね、これでちょっと一回テストしてみたいと思います。はい、ノズルの加工なんですけど塩ビ管のジョイントを使いましたので内側に変なものがついてるんですよ。確実に水の抵抗になりますので取ってしまいましょう。旋盤があればね早いんですがうちにはありませんのでドリルで回してね削ってしまいましょう。精度が必要な部分ではないのでこの程度で十分かと思います。しかし汚いですね。もう少し綺麗に削れないもんなんでしょうか。それで純正のノズルにぶっ刺して OK ですね。まあいいんじゃないでしょうかね。多分いいでしょう。よし乗っけるぞ。これをよし、それではめるか。よし、これやっぱりデフォルト状態とさこう完全に沈んでまっとるやん。でも一回この沈んだ状態でやってみるのもありかもしれないね。沈んだ状態と出とる状態で走らしてみるか。そうしよう。はい、これが箱出し状態で取り付けた時のノズルの位置になりますね。船によって上下するとは思うんですけどライトニングの場合は完全に水に浸かっていますよね。以前のハイデルスポンプの時のデータではノズルが水面にある時の方がスピードが出ましたのでこの状態だと効率が悪いと予測されますけど、まあ、比べるためにもね一度この状態でやってみようと思います。力はあるけどね進むには進むと思うよ。よく考えたらこのまま売っとる製品で進むに決まっとるわな。どれテストじゃ。行くよ。いいよ。怖いな。今反応ぐらいですけど、いや進むには進んでますねちゃんと。展開がこれですね。やっぱ元々の洗顔器に比べるとちょっと遅いには遅いですけどやっぱ多分このノズルが水に沈んでるから遅いんですかね。とりあえず一回戻ってノズルを上げてみましょう。ちょっと遅いね。遅い。ちょっとっていうか普通に遅い。やっぱ多分ノズルやと絶対ノズル上げなダメねって。ノズル上げよ。さあノズルがダメなんかエンジンがもともと遅いんかよく分からんけど、ちょっと一回上げてみてこれ速くなったらノズルってことでね。どのぐらいや。これネジ落としたら最悪やな。現状頭髪2馬力よりは遅くハイデルスポンプよりは速い感じか。ハイデルスポンプめっちゃかっこいい。ただこれね、エンジンがだいぶ上がるんでトップヘビーになりますからね。このぐらい下げてみてもらって。このままやね。それ、いや、もうちょっと上げた方がいいかもしれない。それでじゃあ、あまり上げるとここ、水すらがなくばい。いいね、しまっとるね。これでこんな感じ。もう一回これで行ってみるか。ちょっとまずかけてこんな感じ。乗るときだけ何回乗っても怖いな。いいかい。行くよ。
さっきより速くなってない、うん、さっきより全然速くなっとるね。全然速い。もうちょっと上げてみましょう。 1.5 倍ぐらい速くなっとるやん。もうだいぶ上げるか。これ以上上げるとでもこれひっくり返らへんか。危なくねえか。このだいぶ上がったよ。これ下ろしてみんのかな。上げすぎのような気がするけどな。全然いいでしょ。先手よりこのストレーナー上がったらさ、水吸わんことね。でも走っとるときだいぶ下がっとるんだよね。あ、そうか。ちょっとこのトップヘビーもね、なんとかしなくちゃいけませんね。これも仮に速くてもね、危なかったら意味がありませんからね。よっしゃ、オッケー。これで行ってみろ一回。エアカンでもある。エアカムは、エアカム、エアカンで走らへん。2回目のセッティングが良かったみたい。まあでもなんか俺の中で意外に走ったんやけど。まあまあ、ええ、まあまあもうちょっと遅いかと思った。正直全然早かったね。半分ネタエンジンやと思って買っとるで。はい、この後もね、いろいろ試してはみたんですけど、ノズルがやっぱり水面に出ているほど速いことが分かりました。しかし現在のストレーナー形状ですと8割ほどアクセルを開けるとですね、エアを吸ってしまって全開運転ができないんですよね。ただアクセルを全開できてない状態でも今回の3つのセッティングの中では加速速度ともに一番速いので、エアカミをね、改善すれば十分なものになる気がしますね。とここまでは良かったんですが、最後に最悪な結果に気づいてしまったんですね。待って、水入っとるやん。これそこまでめっちゃ入っとるやん、うん、かなり入っとるよこれ。水抜きしないか。最悪やん。はい、とりあえず家へ持って帰って調査しているところですね。全く原因も分かりませんし、もうめんどくさいのでぶっ壊してしまいましょう。最悪やん。これはひどいですね。どっから入ったんでしょうかね。最悪や。どうですか、ざっと20リッターぐらいでしょうか。最後の方船が変な挙動をしていたんで、これが原因だったんでしょうか。最悪な。最悪ですね。改めましてヒロさんです。今回のウォータージェット洗顔器ですが、箱出しではちょっと微妙ですけど、手を加えればね、十分使えそうでしたので、まあ良かったのではないでしょうか。まあでも問題も多いので引き続きやっていこうと思います。それではまた次回お会いしましょう。